アンナカレーニナトリストイ前回の続きからですでもその連中あなたは指導してるんでしょ貴族団長としてさようただし私は反対の方向へ指導しているんですよ とスビアジュスキーは笑いながら言った。僕が一つ大いに興味を感じたのは他でもありません。と両敏は言い出した。我々の事業つまり合理的農場経営の事業はうまくいかないでただうまくいくのはあのおとなしい地主みたいな合理貸的農場かそれとも極めて単純なものかだ。 と言ったあののの地主の意見はは本当でですよ。これは一体誰が悪いのでしょう。もちろん我々自身ですよ。それに合理的農業がうまくいかないというのは嘘です。バシリチコフのとこなんかうまくいっていますからね。そりゃ工場は。がそれにしても。 何にあなたはそう呆れておられるのですか私には合点がいきませんな。民衆は物質的にも精神的にも実に低い発達の段階にあるのでどうやら自分に必要なものにことごとく反対しなければいられないらしいんですな。ヨーロッパで合理的農業がうまくいくのは民衆に教養があるからです。 したがって、我が国でも民衆を教育する必要がある。それだけの話ですよ。しかしどうして民衆を教育するんです民衆を教育するには三つのものが必要です。他でもない、学校、学校、学校。しかしあなたは自分で、民衆は物質的に、 低い発達の段階に立っていると言われたじゃありませんか。それなのにどうして学校が役に立つんです。ねえ、あなたの言うことは、ある人が病人に忠告したあの小話を思い出させますね。君は下剤をかけてみたらいいでしょう。やってみましたが、前よりももっと悪いんです。昼をつけてごらんなさい。 やってみましたが、もっと悪いんです。ふ、うん、じゃあもう神様にばかりお祈りなさい。やってみましたが、もっと悪いのです。我々もお互いにその通りじゃありませんか。私が経済学というと、あなたはもっと悪いとおっしゃる。私が社会主義というと、もっと悪いとおっしゃる。教育というと、 もっと悪いしかし一体学校がどう役に立つのです彼らに別の要求を感じさせるからですよそいつが僕にはどうしてもわからないんですと両敏は熱くなって抗弁した学校がどんなふうにして民衆の物質状態を良くする助けになります あなたに言わせれば学校、つまり教育は彼らに新しい要求を感じさせるそうですがそれはかえってよくないですなぜって彼らはそれを満足させる力がないからです足し算や引き算や教理問答なんてものがどうして民衆の物質状態を改善するのに役立つか僕にはさっぱり合点がいきません 僕はおととい、血のみごを抱えた女房に出会ったので、どこへ行くのかと聞いたら、その女房の返事はこうです。まじないばあさんのとこさ行ってきました。子供が虫してわめき立てるので直してもらいに行きましただよ。そこで僕は、どうやってまじないばあさんは虫を直すんだねと聞くと、この子を 鳥小屋の「そりゃごらんなさいあなた自身も言ってるじゃありませんか女房が子どもの虫を治すのに鳥の泊まり木などに乗せないようにするためにつまりそのために教育が必要なんじゃありませんか」とスビオジュスキーは愉快そうに微笑しながら言って いいや違いますと、両敏はいまいましげに答えた。その両方は僕にとって、民衆を学校で治療しようというのと同じことなんです。民衆は貧乏で、無教育です。それはあの百姓女が子供の泣いているのを見て、これは虫だと考えたのと同様。我々にも確かに分かっています。 しかしこの不幸を、貧乏と無教育を、どうして学校が救ってくれるのかってことはわかりませんね。ちょうどなぜ子供の虫を、止まり木の鳥が治してくれるか、それがわからないのと同じようにね。どうして民衆は貧乏なのか、その原因を突き止めて、それを救済しなくちゃならないのです。 いや、その点では、あなたは少なくとも、スペンサーと一致していますね。あなたはひどくお嫌いなようだが、スペンサーもあなた同様に、教育は生活上の十分な安寧と便宜の結果、彼のいわゆる頻繁な戦場の結果から生ずべきもので、読書や計算ができるということではない、とこんな風に言っていますからね。 いや、それはそれは、僕は自分の説がスペンサーと一致したと聞いて、大いに愉快であるか、あるいはその反対に、大いに不愉快であるか、どっちかですね。もっとも僕はこのことをずっと前から知っていたんですが、学校なんか助けにはなりません。助けになるのは、農民がもっと金持ちになって、 もっと暇ができるような経済組織です。その時は学校もできますよ。しかしヨーロッパ中どこへ行ったって現在では学校は義務となっていますよ。一体どうなんですあなたはこの問題でスペンサーと同意見なんですかスビアジョスキーの目には。 ひょっとしたような表情がひらめいた。彼は微笑みながら言った。しかしその虫というのは傑作ですね。あなたは本当に自分で聞いたんですか両ょは結局のところ、この男の生活と思想のつながりを見いだすことは、所詮不可能だと見てとった。見受けたところ、 彼は自分の議論がどういうところへたどり着こうと全然同じことらしかった。彼に必要なのはただ議論のプロセスだけであった。その議論のプロセスに出口のない袋工事へ連れ込まれると彼は不快になってくる。それが嫌さに何か気持ちのいい愉快な方向へ話題を転じ、 なるるべくそれを避けるようにしていた。この日の印象は途中で会った年寄った百姓の印象をはじめとしてどれもこれも両瓶を激しく興奮させた。